やばい。あれ？キャノ君？キャノ君？え？あれキャノさん。あれあれ。キャノさんどうしたの？あれ。あーごめんよー。ごめんよー。タラコごめん。あーあー。半分だけ。ちょっとグロ画像が出てしまった。じゃあ次でラストです。とりあえずラストで2の2の行きましょう。2の最後に作ったステージあるんでそれやってもらって。了解です。ゲさんに。え、これこう、でもこの真下撮りたいよね。金ピカに光ってるですなぁ。ていうかあいつら何消えるんじゃないですか。あのここ壊せないよ。でもえはしごに繋がってる地下の部分はそんなあの普通に頭に乗って あ、地下が壊せないのか。こっちから行くしかないんだ。斜め掘りしていかなきゃいけないですね、上から。じゃあごめんね、二ノさん下行ってもらっていい？キャラで呼ぶか悩む。はい行くよ。はい、はい、あ、ごめん。いえいえ。あれなんか息が合わない。せーのよいしょ。あれせーのうい。あれでも何もできない。何もできないね。もう上行って、え、でも上行って、でも通っちゃうじゃん。ここから行くのか、もしかして。そうですね、そっから破壊。これで。まあ、それで行けそうな気がします、ね。おー、行った。あー、これ2人で行くしかないか。壊せないな。行ってみよう。で、一回、こうして、うん、スピード勝負だね。でもこれちょっともう一回タイミング見ようか。俺何したいけど、俺このままはしご降りちゃうのね。でそこの隙間をに行くから踏み台にして、そうあーなるほど。ダメだー。おーダメだー。うん、ダメだったー。あれダメ、こんなに近くにいるのに。こんなに近くにいるのに。いやこれひろきさんの顔めっちゃ面白いですね。どうすればいいんだ。あーこんなに近くにいたのに。上から行くしかないとしても、でもはしごを壊せないと無理ですよね実際。そうはしご壊せだからもう上から穴掘ってってルートはないんだよね、もう確実に。だからさっきのやり方は割と正しかった気がするんだけど、うん、これ敵の上に乗れないんですか。やってみましょう、やってみましょう。そしたら3体分重なるって意味では。なるほど。でちょっとここはまだそうだよね、乗らなくていいから。ブロック壊さなきゃいけないですね。一回一回ここ僕下になります。はい。あれでもあれ、あいいのか。ちょっと待ってて、もう一回待ってください。で俺がこの敵の上にうまく乗って、あ乗れてる。せーの、オッケー。すげえ神プレイじゃん。はあ。今のリプレイでもう一回ね。せーのースローでじゃあここからも好きに取っていいよね。自由です、うん、とはいえ結構あれだね、チームプレイ必要だね。 上から行ったり、ここは危ない、そこ危ない。じゃあ俺取るわ。多分こう、あ、で、開けて、あ、そっち、おーぶねあ、いいんじゃないですか、ちょうど。あ、で、ちょっと待ってね。で、こうして、で、こうして、あ、そこも壊してたね。あ、でも、まだあ、ニノが残ってるから、ニノ戻っとかないと、これは済むのでは。あ、これは、あこれはこれは、あ、もう死にましょう、二人で挟まって。あ、そうか、でもそしたら、はい、うわー、上、向こう行こうか。そのまま行けるよね。そうですね、よいしょ。で、取れるんじゃないか。あ、よかった。で、それを助ける。どうやって、もう頭の上乗ってブロック破壊して。ちょっと待って、そうするとまたさっきと同じ目に遭うじゃん、はい、私のしかない。ちょっと待って、どこだどこだどこ、
違う。ここで壊して脱出経路作って、さあ、オッケー、素晴らしい、かわいい。あと2つ、あと、あそこ、あそこも2人で、まあ、まずここはこのまま行っちゃおうか。で、はい、どうぞ。で、ここ壊して、よいしょと。で、はい、よいしょと。OK! おー、天才。おー、気持ちいい。すごい。すっきり。すっきり。よかった。じゃあ、作ったステージを。うん。え、キャノさんが作った？あら。いや、難易度はそんなない。サプライズかな、また。あー、もう、ヒゲさんの本名をかたどった。わー、すぐに掘って、すぐに掘って。ガチで作ったんですね。ガチだね。はい、敵なんで、ひろゆきさんは。え、マジであ、本当だ。あ、これ、B って書いてありますよ、コイン。B って書いてありますよ。何集めてるんですか。あー、もう、そういうことあー、なんかいる。びっくりした。あー、しかも、やばい。いっぱい回収しないと、今のうちに。マジか。あ、ひろゆきさんが増える。あ、でも確かにアクション性強いね、これは。とりあえずどんどん回収していこう。で、こいつはなんでいるんだ。回収しましょう、どんどん。ああ、もうすげえ元気、すげえはしゃいでる。いやー、もうやだな。酔っ払ってる時だ。一番めんどくさいタイプですね、これ。あ、置物ですよ。やだわ、本当に。まあ、失敗したわ、なんか。あー、抜けだな。その先が地獄とも知らず。あー、いかん。どうやって取るんですか。だって、あ、そっか。あー、よし。あー、すごい。あいつ間抜けだな。上から来るよ。これ、お前邪魔。あら。あー、すごい。あー、しかも2体目も来るし。あー、すごい。もうめんどくさい。でもダメか。ひげさん、一番左下掘ってください。一番左下。はい、ゲームマスターからの指示が怖い。ああ、うわ。マジで。ちょっとまた仮想通話そうかが。ちょっと一番左下ちょっと行ってみよう。あ、いる。しかもなんか光ってるよ。何やれ。ああ何これ。なんか出た。すげえ。すげえ。すげえ。あ、消えた。なくなっちゃいましたけど。アイテムが一番リアリティの高いアイテム。あ、ちょっとじゃあ、ちょっとやられてわざと行きましょう。気になるわ。あのガー取ったらどうなんだろう。ガの字を。うん。で、こいつだよね、問題は。で、ここ掘っとけばいいのか。はいはいはい。うおっ、取れた。2万4000点。すげえ高得点。それだけです。いやいや、もう十分。クリアしたいな、でもこれ。あー、よかった。あいつの方が先にいる。でも誘導して、こっちに誘導すれば OK。 あいつバカだな。目先の利益にとらわれるから。やったー。あー、すごい。あー、でもこれすげえよくできてた、このステージ。さすがキャノ君。うん、もっと喋んなよ。以上です。でもステージも作って、キャラも作って、ガの字も作ったんでしょ。あと B も作った。あ、 B もだ。そうだ。 あのコインを。そうです。 B のこれ4月に作ってましたからね。もうだいぶ寝かして。4月に作っても寝かしても半年寝かしてます。僕の誕生日4月。あ違います。たまたまです、それは。
はい、はい、じゃあおしまい、はい、おしまいしまい、違いますね、切れていいと思う、はい